WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。鈴木ふみなです。はい、鈴木ふみなです。ファンの方にはふみにゃんって呼んでいただいてます。ツリーサイズは上から96、60、93のアイカップです。過去3冊と違うところはとにかく明るくて爽やかです。それプラス最大露出なんですよ。今まであのティーバッグってものに挑戦したことがないんですけど、今回は11章中4つくらいがティーバッグです。なので明るいんですけど爽やかにセクシーっていう、女性が見ても綺麗だなって思えてもらって、男性が見てもグッとくるような写真に仕上がってるかなって思います。はい、ちょっとすごい悩ましいんですけど、あのこのティーバッグのショットでこの髪の毛パサーってやってるところとかはパッと見何も着てないみたいな感じに見えたりするので好きです。はい、後ろから見たら私髪の毛長いし見えないんじゃない、見えなくなるのかなっていう、実は意図が頭の中でありながら撮ったんですけど、実際自分の思惑通り撮れたので出来上がった写真見た時にシャーって思いました。100満点です。そうですね、もちろん過去の作品もすごくあの全力投球で挑んでるんですけど、今の私が一番詰まって、私のやりたいことが一番詰まってる、すごいあの愛され、いろんな方の意見も取り入れながらのすごい素敵な写真集に出来上がってると思います。そうですね、あの実は今回128ページってすごい枚数的にはページ数が多いんですけど、金額感としては今まで出した写真集よりあの抑えられているので、いろんな方に手に取ってもらえたら嬉しいなって思います。そうですね、グラビアはもちろん、自分 の, あの新しいグラビアっていうものはどんどん挑戦していきたいんですけど、それとは別に今年1年を通してあの女優業もいろいろ経験させていただいたので、より今後女優業にも力を入れていけたらいいなと思っています。今のところもう撮り終えたんですけど、映画で、とある映画であのボクシングをしている役がいただいたので、それをあの見ていただけたら嬉しいです。あの私趣味であのアクションやってるんですけど、ハイキックが得意なのでちょっとやってみていいですか。いきます。皆さん、いつも応援をありがとうございます。今回の私の写真集のタイトルはリープなんですけど、リープの意味は飛躍するという意味です。鈴木ふみな、これからどんどん飛躍していきますので、これからも応援よろしくお願いします。